はい、こんにちは。今日はジーンズの履き込み報告の動画になります。鬼デニムの天然アイモデルの履き込み報告です。もう今回で9ヶ月半、285日約なんですけど、9ヶ月半履いたことになったので、それについて話していきます。まあでも9ヶ月半も履いたんだっていうのがまず驚きです。8月9、10、まあここまで来たらもうさすがに1年履こうと思ってますんで、よろしくお願いします。で、まあそのウェアハウスのライトオンスのジーンズがもう8月に入ったんですけど来ないんで、もう夏もこれで行こうと思います。これで行こうと思ってるっつっても、今の履き込み方なんですけど、昼間はもうジーンズ履いてないです。履いたらもう熱中症でやられてしまうと思うんで履いてなくて、まあ夜ですね、夜だいたい自分の場合2時間ぐらい運動がてらに自転車で走ったり歩いたりしてるんで、その時にこれ鬼デニムの天然アイモデルを履いてます。履き込み期間がに入ってるんですけど、履いてる時間はかなり少ないですね。それとまあ動画4週間おきに出してるんで、正確には28日おきなんですけど、30日で計算してるんで、そこも若干ずれてるんで、どっかで修正しようかなとは思ってるんで、そこもよろしくお願いいたします。まあ履き込み頻度はそんな感じなんですけど、まあ洗濯頻度も、そうですね、洗濯ももうかなり洗濯はしてますね。2日おきぐらいにしてるんじゃないのかな。もうその夜でも汗をかいちゃうんで、かなり洗濯はしてますね。まあそんなに人前に出るような感じではないんですけど、やっぱりちょっと汚いのは最近の風潮としては良くないのかなって思ってるんで、そういう方向でやってますね。2日おき3日おきぐらいかな。だいたい朝洗ってもう干せば夕方には余裕で乾くような感じの天気なんで、まあそんな感じでやってますね、今んとこ。色が落ちてきたとは思うんですけどね、そんなになんかここに来てまた色落ちがしぶといなって思うようになってきたのが自分の今の個人的な感想です。じゃあちょっと詳細見ていきますんでお願いします。まずバックポケットですね。まあ、これマジでほつれないよねって思います。その自転車に乗ってることが多いんで、お尻ね、ほつれるイメージがあるんですけど、ウォレットとか入れてないんで、そういうと部分もあるのかもしんないんですけど、本当にほつれが見当たらない、かなり強い生地というか、作りがしっかりしたジーンズです。この鬼デニムの天然アイモデル。その丈夫なのが欲しいんなら、マジでこれは筆頭になるかもしんないっす。で、じゃあまあカーパッチなんですけど、まあもうカーパッチは変わらないよねっていうのが自分の感想です。前々回ぐらいにここが破れたんですけど、まあ特にっていう感じですね。でまあそのやっぱりこのベルトループのところが一番落ちてると思うんで、白くなった時はこんな感じの色になるんだと思います。ポケットとかもここもその隠しリベットのところがここ擦れてくるはずなんですけど、9ヶ月も履いてたらなかなか擦れてこないんですよね。ここもそうだし、生地が厚いのとかも関係あるのかなって思います。でそうですね、股のところもちょっと気をつけて履いてるんで、この辺のあたりがちょっと自転車に乗ってるのでついちゃうんですけど、ちょっとこれはあんまりかっこいいものではないと個人的には思ってるんで、つかないように気をつけてるんですけど、やっぱりちょろっとついちゃいますね、これ。まあ、履いた時、こういう風に履いた時はそんなに目立たないんですけど、もっと履き込んで白くなっていけば完全に目立たなくなってくんで、これはいいかなって思ってます。今年も全部鬼デニムで行こうかなっていう気持ちもちょっと出てきてますね。で、その前面部ですね。ヒゲはやっぱ素晴らしいですね、ここ。やっぱ最初に頑張って履くと出やすいのかもしんないっすね、あたり。自分はこれ3月まで洗わなかったのか。3月まで洗わなかったから、4ヶ月か5ヶ月、5ヶ月ぐらい洗わなかったんで、その分やっぱり出やすくなってんのかもしれないです。で、こんな感じですね。全体像としては。ボタンフライのところもちょっとずつ出てきてますね。こういう風にすると分かりやすいんですけど。当たりが出てき始めてます。ボタンフライは特に変わってはないかな。錆びる気配もないです。錆びてないよね。うん。錆びないですね、ここは。ここの裏のところも錆びないんですよね、これ。裏のところも錆びてないんで、考えて作られてるのかなってちょっと思いますね。いわゆる完全再現系ではないんで、かなり丈夫に作られてるんだと思います。鬼デニムの天然アイモデル。
コインポケットもこんな感じになってます。特に変わってはないかな、ここは。でもちょっとこの部分の白くなってきてるんで、特に入れるものもないんで、ジップ入れたりとかしない、ジップじゃない、ジッポか、ジッポ入れたりとかしないんで、こんな感じになってます。このジーンズで唯一足りてないのが蜂の巣かなって思います。蜂の巣は全くついてないですね。全く、なんかもうちょっとついてたような気がしたんですけど、消えちゃったような感じがありますね。やっぱこうやって色が薄くなるにつれて消えていくのかなって思います。こういうところはあんまり当たりが出なかったところは消えてっちゃうんですよね、色が薄くなるにつれて。まあそれをここで期待してるんですけど、まあそんな感じですね。で次は耳ですね。耳はやっぱ生地が厚いんで出やすくなってます。こんな感じになってます。あ、やっぱこれいいですね、耳。なんかやっぱこういうの見るとちょっとドゥニームっぽいような気がするんですよね。で裾がチェーンステッチになってます。こんな感じですね。うねりはやっぱよくできてます。ひっくり返したらこんな感じですね。こんな感じですね。ひっくり返したらこんな感じになってます。じゃあちょ履いてみます。はい、実際に履いてみたらこんな感じですね。私が身長172センチの65キロになったんですよ。3キロ痩せたんですよね。この間健康診断行ったら3キロ痩せました。でこれがウエスト33履いてます。そうなんですよね、握り拳1個入るぐらい痩せましたね。私夏だから暑いからかな。でタックインしたらこんな感じですね。まあそんなには変わってないかな。こんな感じになってます。ウエスト33を履いてこんな感じになります。こんな感じです。じゃあちょ一周してみます。こんな感じですね。じゃあちょお話しします。はい、オニデニムの天然アイモデルを履き込んで約9ヶ月半の動画でしたが、どうでしたでしょうか。まあ、結構やっぱ頑張って履いた分だけあって、色は落ちてきたとは思うんですけど、うん、やっぱでもやっぱ色落ちはそんなに、9ヶ月履いたらもうちょっとなんか色が落ちてたような気がするんですけど、2月ぐらい前から色落ちが早くなったと思ったんですけど、ここに来てまた遅くなってきたような印象を受けてるのが自分です。そんな感じの動画になります。まあちょ、これオニデニム丈夫だし強いんで、もうちょっと履こうかなって。まあおそらくもう1年は履こうと思ってるんで、11月まではこれ頑張って履いていきたいと思います。だからその28日おきに動画出してるんで、そのずれてるのが多分11月の何日かぐらいだと思うんで、去年の動画何日か覚えてないんですけど、それで大体1年履いたっていうのがわかると思います。まあ途中でなんかリゾルトとかも履いてるんで、まあ正確には1年履いたみたいな感じではないんですけど、まあ、建前としてそういう感じで いきたいと思います。このチャンネルでは毎週金曜日にアメカジ系の動画を出してますので、気に入っていただけたらチャンネル登録お願いいたします。今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。